はい、アビさんでございます。ということで本日は新宿に来ております。パチパチ。今回はね、もつ焼きの名店に行こうと思います、うん、新宿でね、結構有名なもつ焼き屋さんがあるんですけども、こちらに来ております。もつ焼き神屋さんでございます。歌舞伎町にあるもつ焼き屋さんなんだけど、かなりの名店で、もつ焼きも1本70円からとかなりコスパがよく飲めんのよ。ということで本日はね、新宿の歌舞伎町で神屋さんでもつ焼きを食べながらお酒を飲むという回でございます。ということで早速行きましょう。はいはい、ということで店内に来たんですけども、大盛況じゃん。ねえ、すごい。今日大雨よ。うん、大雨月曜日なんだけど。大雨月曜日なのにこんなに人入ってるかっていうぐらい。ということでもうね、席をつくや否やね、飲み物何する、料理何するってすごい言われて、うん、もう早速注文しました、はい、これはもうホッピーの白かな、うん、私生、うん、かっこいい。はい、いやーやっぱいいね、うん、こういう大衆感あってさ、新宿の歌舞伎町だからね。ね、かわいい。よいしょ、いいですね。あー、おいしい。いいね、すごい人ね、パンパンだね。このお店食べログとかに結構書いてあるんだけど、いい意味で押し売りがすごいらしい。その亡くなったらお兄ちゃんどうみたいな、お酒何する、おつまみ何するみたいな、結構店員さんがガツガツ来るようなお店らしくて、それがすごいいいらしい。おつまみメニューとかお酒メニューももう本当にもっとそこにあるやつだけみたいなね。もつ焼き、焼き物とあと一品料理が2つだけっていう。ってことで早速ね、注文しました。こちらでございます。はい、こちらレバーの素焼きでございます。これ醤油かけて食べてくださいということなんです。こんなでいいかな、うん、ちょっとこれニンニクがあるから、ニンニクとネギのところをこう取って、うーん、これすごい。うわっ、うん、プリプリだ。うまい、めちゃんこうまい。ありがとうございます。で、ちょっと乾燥中だったんだけど、串焼きも来ました。えぐくないこれ。えぐい、えぐい、めっちゃうまそうだけど、これすごいな。じゃあちょっとこの串焼きもさ、来たからあったかいうちに食べちゃおうか、うんね、うん、これ玉ねぎかな、乗ってんの、入ってんの、ね、うまそう。じゃあいただきます。抜群、めっちゃうまいよこれ。本当タレが結構甘い感じで、うん、で、頭かな、中に玉ねぎがあって、その玉ねぎも甘くて、これ今まで食った串の中でもかなりうまいわ。ちょっとこれホッピーがえぐいぞ。すんな、うまっ。あ、なんだろう、わからん。うまそう。何？ハツかな、ハツ、うん、プリプリ。うわー、いいね。いや、うまっ。うわあ、いいね。いやー、幸せじゃん、ここ。幸せよ、幸せ空間じゃん。わー、美味しそう。いいねー。うわー、うまっ。レバープルンプルン、レバー刺しとはまた違うね。そうそうそう、焼いてるからそうなんだけど、うんうんうん、全然臭くないし、噛み応えもプルンプルンで、もうネギとね、ニンニクの味もちょっと焼いただけなんだよね。そうね、ちょっと焼いて中はもうほぼ生だよ。そう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 、イエーイ。あー、ビールうまそう。あー、最高。タレも頼んだんだけど、塩も頼んでて、こちらも来ました。
めっちゃうまい。ハツだね。ハツがプリプリでうまいわ。ここすごいうまいな。めちゃくちゃうまい。これ1本70円だからね。気をつけて頼まない。4軒目とかだったら俺ら死んでます。確かにこれ1軒目でよかったよ、ね、この量ね、一瞬でこの量来たから。びっくりよね。びっくり。いや、ホッピー合うわ。これは何だろう。何が何だかちょっと分かんない。ああ、うん、もうコリコリ、塩のうまみがすごいわ、うん、うわタガミが一応2杯目、うん、これ食ってこうだ、ね、そうだね、カイジと一緒、カイジ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 セット、そう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 俺も塩が好き、塩うまいよね、うん、いやいいね、ビールマジうめえな、うん、やっぱその玉ねぎの甘みもいいよね。そう、シャキシャキしてね、うん、あ、これはネギが乗ってるね。ネギが入ってる、甘っネギマだ、よいしょ、ちょっと中追加します、はい、中追加です。はい、どうも、バイバイ、はい、あー、うまっ、まあ、いっぱいあるからね、これ、うん、いただきます。お前はこのさ、小ぶりなのもまたいいよね。そう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 、1本70円で、うん、全種類食べれるそうだ。うまっ。あと活気がすごいわ。そう、すごく居心地がいい。え、これうまいじゃん。うまいな、うん、贅沢にね、これちょっと衝撃の、あ、2本やってる、はい、レバー3兄弟です。本当にプリプリでうまいね、これこれうまいのよ、うん、これは絶対に頼むべき、うん、ガツ刺しもあるんだよね、そう、一品料理で、ね、一品料理もこれかガツ刺ししかないっていうのまたおつねをね、だいぶ食った。だいぶ食ったな。だいぶ食った。これだって一人10本計算だからね。やっぱうまいね。うまいよ。よ。あ、出た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 。拍手出た拍手出た。よかったよかった。いや、ここ満点じゃん、うん、だってこの雰囲気抜群だし、うん、味うまいしさ、うん、何これっていうね、はい、こちらがガツ刺しでございます。はい、ガツ刺し、ね、これで俺らもこのお店の全メニューを制覇したってことだよね。そういうこと。わー、結構な量だね。ね、ボリュームすごい、ね、2つつけていただきます。うん、結構柔らかいわ、うん、なんか今までと食べたガツ刺しとちょっと違うかも、うん、甘じょっぱい醤油ダレみたいなのがかってて、コリコリっていう食感もあるけど、うん、どっちかといったらなんかムニュムニュっていう感じ。なるほどなるほど、ムニュムニュっていう、あ、うまい、
レモンサワー。あー、うまい。うまいよ。ネギのっけちゃお。ネギのっけちゃってよ。あ、いいね。どうですか。想像してた味と全然違った。そもそもポン酢じゃなかった。そうそう、なんか甘辛じょっぱい、うん、醤油の味ね。ほんですげえ柔らかい。そうよね。最高じゃないですか。あうまい。うまいですね。スタムさん、はいはい、ラスト1本です。食ったね。1人10食ってるからね。もしかしたら10以上あるんじゃないこれ。うん、うまい。ガッツさん兄弟、ガッツさん兄弟、最高ですわ。はい、ということでめちゃ食ったな。めちゃ食ったわ。お腹いっぱい。全部食べた俺ら。まあ、最高だったわ、ね、いやここのお店は本当にいいね。7時とか8時とかの時間帯に来ると結構多分混んでるから、うん、もう入れないから、うん、ぜひ多分早めに来た方がいいかも ね。そうね。お腹いっぱい食べてね、お酒飲んで大満足よね、うんうん、新宿の神谷さん、ぜひ皆さん来てみてください、はい、ということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。今度は最後まで見ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。バイバイ。バイバーイ。